心にイルハート。はい、皆さんこんにちは。はい、今月号もですね、電撃プレイステーションさんの紹介をしていく公式化試験中のイルハートことテンハートです。イエーイ。いや、正直ね、このコーナーもだいぶ長くなってきたんでね、本当にこう紙面のさ、ミニキャラクターぐらいならなってもいいんじゃないかなって思ってるんですけど、なんかね、この間電撃プレイステーションさんの担当者が変わりましてですね、そしたらなんか一度リセットされるっていうね、なんかね、同系列のこう違うお店ではポイントカード使えませんみたいなね、展開になってしまいました。ちくしょー。電撃さん大好き。今週の表紙はこちら、じゃじゃじゃーん、奇跡シリーズ15周年を記念した特別イラスト。イラハトもね、大好きな日本ワルコムさんが表紙になってます。いやー、ES8 ですね。私実はまだクリアをね、全部クリアをしていないのでね、なんかこれからね、生放送とかでやっていけたらいいなって思っております。はい、そんでもってですね、次はこちら、じゃーん。はい、今月号はね、 OVA 超次元ゲームネップニューヌ、ネップの夏休みの情報を掲載。いよいよですね、配信の時が迫る本作。今月号ではもう一つのキービジュアルやアニメの先行カットを掲載しています。すごい。あれですよね、案の定ね、イルハート実は出てるんじゃないかとかね、そういう忖度は一切ないです。はい。ただね、すごく可愛いキービジュアルなんで、皆さんぜひぜひ見てみてください。はい、そんでもって、こちらもね、毎度の情報なんですが、ジュク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 ジャーン。電撃ネップの回ではボリューム100に向けた意気込みを水野 P が語ります。イラハートのみんなもね、ぜひボリューム100に向けたね、ご意見リクエストなどあればね、お気軽に投稿してくださいとのことです。100回ってすごいですね。なんかイラハートのさ、動画って今まで全部で何本ぐらいなんですか。56本とか、どれぐらいなんだろうって感じなんですけどね。あ、ただそうだ、あとね、あとなんだ電波なんとか姉妹はいつものね、4コマ漫画の他に、隠れた名作ネプシューターを紹介しております。正直ね、とっても可愛いなんかゲームなんでね、イルハート的にもおすすめでございます。そしていつもの定番超14コーナー、ちょこ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 、電撃イルハートのコラムでは、イルハートの新曲トワイライトハートの詳細を改めてご紹介しております。そしてですね、ゲーム化にも新たな動きが、肉は食わねどイルハート、今月号の電撃プレイステーションも皆さんよろしくお願いします。はい、イルハートが好きな虫はなんでそう、なんか絶妙にピンポイントで嫌なところをついてくるんですか。いや、基本的に虫は嫌いですなんですけど、なんだろうな、なんか好きの逆、なんか逆にこいつだけは無理みたいなのは、足を追いけって言うんですかひっくり返った時に足がジョー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 っていうのがダメです。なので逆に、でもね逆に、なんていうの、逆になんか足がないのがいけるって言おうと思ったけど、ミミズとかも嫌です。ミミズは虫に入るのか知らないけど、好きな、あ、分かった、カブトムシ。
んか夏を感じる少年の心を取り戻す、いや少年だったことはないんですけどみたいな感じですかね。なんか基本的にね虫はあんまり触れないんですけど、あのオスのカブトムシのあの短い取っ手みたいな方あそこだったら持ってます。ただ昔あそこを持って、おー行けカブトマルとか言って持ってたら、この手の下でババババババって羽ばたかれたことがあるので、それはちょっとトラウマではありますが、まあ虫の中で言ったらカブトムシかなって感じです。以上